けど行かなきゃ。やっと見つけたわ。ほんとこいつ水中だとムニュムニュしてて捉えどころがないし、見つけにくいよね。ですけど私、なんだかこのムニュムニュが癖になっちゃいました。やばいですね。確かに初めは気持ち悪いかと思っておりましたが、慣れると案外ムニュムニュしていて気持ちのいいものですね。慣れてんじゃないわよ。どう考えたってヌメヌメしてて気持ち悪いでしょ。いえいえ、キャルちゃん、ここをこうしてこうするとほら気持ちいいですよ。ちょっ、このアホリーダー勝手に何すんのよ。ん、あれ、思ったより悪くないよ。あれ、確かになんだかいいわね。ここをこうしてこうすると、うわー、すごく気持ちいい。わあ、ギャル様の言われる通りですね。とても気持ちがいいです。ですよね、ですよね、いいですよね。この感触、まるで粘性の高い冷泉に浸かっているような心地でございますね。そうね、いい感じね。なんだか眠くなってきちゃったかも。わあ！牛さん怒っちゃいました。ちょっとリラックスしすぎましたかね。ペコリーヌ様、牛さんではなく、ウミウシさんでございます。今はそんなことどうでもいいわよ。もう、やっぱりこうなるのね。とにかく、今度は逃げられないようにしっかりやっつけるわよ。スラッシュテンペスト、ナンバーナバロン、ニューイヤーズブライト、日和バーニングラッシュ、いつまで持つか。ナンバーナバロン、日和バーニングラッシュ、やった、ブレッシング咲き誇る、フラワリングヒール、守ってみせる、ナンバーナバロン、ニューイヤーズブライト、そこだけ、スラッシュテンペスト、ナンバーナバロン、いつまで、日和バーニングラッシュ、ブレッシングスピリット、ブライト、ニューイヤーズブライト、守りは恐怖の時間まで、ナンバーナバロン、スラッシュテンペスト、日和バーニングラッシュ。皆様ご無事でしょうか。なんとかね。しんどかった。でも無事に倒せましたね。あれあれ、なんだか牛さんちっちゃくなっちゃいましたね。ペコリーヌ様、前にもお伝えしましたが、牛さんではなくウミウシさんでございます。もういいって、何回やるのよそのやりとり。ちっちゃくなって量が減ったのは残念ですけど、早速牛さんを美味しくいただいちゃいましょう。私、運動してお腹ペコペコです。やっぱりそうなるわよね。知ってたわ、知ってたけど、本気でそのムニュムニュ食べるわけ。あの、ペコリーヌ様、このウミウシさんを食べるのはどうか思いとどまっていただけないでしょうか。ココロちゃん、どうしたんですか。このような姿になったからかもしれませんが、なんだか愛らしく感じてしまいまして。何よコロスケ、そいつのことペットみたいに思っちゃったってこと。いえ、ただ偽善に思われるかもしれませんが、このように小さくなっても一生懸命生きようとしている姿を見ていると、
なんだか愛おしく感じてしまいまして。一生懸命生きようとするですか。なるほど、それがコッコロちゃんの命との向き合い方なんですね。倒した魔物の命に感謝し、美味しくいただくことが私なりの命との向き合い方でしたけど、わかりました。この子を食べるのはやめましょう。今まで食べてきた魔物も一つの命、これからもより一層命に感謝して食べなきゃですね。ありがとうございます、ペコリーヌ様。よかったですね、ウミウシさん。へえ、アホリーヌが食欲に勝つなんてね。槍でも振っちゃうんじゃない？もうキャルちゃんひどいです。私だって食べてばっかりじゃないんですよ。はいはい、わかったわよ。じゃあ行くわよ、あんたたち。って、コロスケ？あんたそいつを連れて行く気なの？はい、安全な水辺までお連れしようと思います。ここは魔物も出そうですので。いや、そいつ自体が魔物なんだけど。わかったわよ、さあ行くわよ。私たちの敵ではなかったな。